トベちゃんです。私は今韓国のインチョン国際空港に来ています。インチョン国際空港からソウルに移動する方法で簡単な方法が3つあります。まず1つ目がタクシー。これはすごく簡単ですね。その分お値段が少しかさんでしまいます。で2つ目が空港バス。こちらはここの空港からミョンドンだったりソウルだったりもっと他の場所にも行っているバスが結構たくさん出ています。3つ目が空港鉄道です。空港鉄道は価格が安くて時間がしっかりしている。バスやタクシーの場合は渋滞にはまってしまったりしたら少し時間が左右しますね。ですが電車の場合はあまり時間のズレがなく予想した通りにソウルだったりミョンドンに着くことができます。本日はこちらインチョン国際空港からソウル、ミョンドン、そちらの方に行く方法をハウトゥーものの動画をご紹介しようかと思います。タクシーにはタクシーを拾って乗ればいいだけなのでバスと鉄道についてお話しいたします。こちらがバス停の地図です。バスインフォメーションにはバスフォーソウルだとかいろんな場所の名前が書かれていますね。この手のマークをご覧ください。こちらティケットと書いてあります。こちらがチケットカウンターです。それではこのままこちらにあるチケットカウンターに向かってみましょう。今左側に見えているカレンシーエクスチェンジというのは両替所です。その両替所のすぐ隣にある6番の出口を出てください。6番の出口を出てすぐ右側にエアポートバスチケットと書かれているチケット売り場があります。上の掲示板にいろいろな行き先が書いてありまして、そちらを見て行き先を告げて料金を支払って、そして一番右に書いてあるバスステーションまで向かって乗るという形ですね。一番左が行き先で、次に書いてあるブルーの文字がデパーチャー、出発時間ですね。一番右から2番目がバス料金ですね。そして一番右はバスステーションの場所。バスステーションというのはもう空港を出てすぐこのような形でずらーっと並んでいます。反対側も同様です。このような要領で自分が乗りたいバスのバス停まで行って乗るという形ですね。ただし、電車で行った方が安いですね。安いし時間もきっちりしてますので、私はこれから電車でソウルまで移動しようかと思います。次は電車についてお話しします。空港から町まで出る電車なんですけども2種類ありまして、1種類が快速のような直通列車です。でもう1種類が各駅停車です。これは私は各駅停車をおすすめしたいんですね。なぜなら快速列車の場合は本数がまず少ないこと、あと各駅停車に比べて料金がだいたい倍ぐらいかかってしまうことなんです。その割にね、時間は10分ぐらいしか変わらないという。私は各駅停車に狙って乗ることにしています。その時に必要なのがこういうカードなんです。こちらのカードは日本でいうところのスイカみたいなもので、電車だったりバス、いろんなところで使える便利なカードです。これをどこで手に入れるのかというと、駅でも買うことができるんですが、コンビニでも買うことができます。このように私はムーミンのものを持っているんですが、こういう可愛いものの場合は基本的にコンビニに売っているようです。可愛くないものでよければ駅にあるそうです。もし買わない場合、切符で乗ることになります。切符で乗るのはあんまり電車に乗らない方だったら面倒くさくはないかもしれません。なぜなら1回乗るごとにデポジットが発生します。そのデポジットを降りた駅で返してもらうんですね。その操作を毎回毎回しなきゃいけません。ちょっとそれは面倒くさいかなって思うので、電車をあまり使わない方は切符で、そして電車移動をするかなって思われる方はこちらのカードを買う、そういうことをおすすめします。では
は、これから私たちは PCR テストを受ける予定がありますので、このままでは明洞までご紹介しようかと思います。あの黄色い文字、エアポートレイルロードと書かれています。で、まっすぐ進んで地下に降ります。私たちが持っているのはキャッシュビーカードというもので、ソウルで広く普及されている T マネーカードとは少し違うものですけれども、内容はほぼ同じです。こちらもソウルで使えますし、 T マネーカードも他の場所で使うことができます。初めて韓国にもし来られる方は、わざわざキャッシュビーカードではなくって T マネーカードを買った方が。空港鉄道まではやや距離がありまして、動く歩道などがあります。それでも足が痛くなるぐらいは遠いです。なので歩きやすい靴で来られることをお勧めします。この大きな広間に出たら、左側の方に券売機があります。オールストップトレインチケッツって書いてあるの、これは1回分だったり交通系カードのチャージをしたりするものです。私たちはチャージはされているのかな、わからないので一旦確認してみましょう。日本語がある、わあ、ありがたい。1回用交通カード発売機です。ご希望のサービスを選択してください。交通カード充電を選択します。充電金額を選択し、現金を投入してください。今私たちはチャージ前の金額で4100ウォン、だいたい日本円にして4410円入っています。これだとソウルまでちょっと行けない額なので、少しチャージしようかと思います。電中です。しばらく完了しました。領収書が必要な方は領収書発行ボタンを選択してください。領収書が発行されました。こんな形でチャージも日本と同じように簡単にできます。券売機の奥はもう乗り場になっています。手前側、黄色い文字で書かれているのが普通列車、一般列車、オールストップトレイン。私が乗るのはこちらです。さらにその奥に直通列車という文字があります。エクスプレストレインの場所というのがちょうど向かい側、あちら側になりますね。改札内ではソウルステーションという表示に従って進んでください。2番線がソウル行き、1番線はインチョン空港の第2ターミナルに向かいます。電車の中には優先席がありますが、韓国では空いていても座らないのが一般的だそうです。日本では空いている時には座ってしまうのでお気をつけください。私は5号線にある駅に行きたいのですが、分かりやすくまずはソウル駅に向かいます。ソウル駅到着しました。エスカレーター登ると4ライン、1ラインって書いてあるこの表示が見えてきます。その4ラインっていう方向に向かって進んでください。表示に従っていくと着くことができます。動く歩道を抜けたら正面が4ライン、左側の改札口が1ラインです。明洞に行くには4ライン、まっすぐ行きます。今が426番のソウル駅で、明洞が424。明洞に着きました。だいたい空港から各駅停車で来ると1時間半ぐらいは少なくともかかると見ておいた方が良いのではないかと思います。一瞬ね、私は各駅停車をお勧めしますって言って各駅停車で来ましたけど、電車がかなり混んでいて座ることができないので、もしかしたらね、倍のお値段払って快速でソウルまで行っちゃった方が座れるし楽かもしれないって思いました。とにかくね、歩き疲れる。空港でもたくさん歩いて、トランスファー乗り換えでもたくさん歩くので、ちょっとでもね楽した方がいいね。私もそう思いました。とにかく乗り換えが日本の地下鉄の乗り換えとは全然違くて、乗り換えという点では同じなんですけれども、距離が長い、そして上下運動がすごくある。しかもその上下運動が日本のようにエスカレーターが必ずあるわけではなくて、ほとんどエスカレーターがなくて階段なんですね。なので駅から出るだけでもうゼゼしちゃう感じ。
でもいいように考えればこれはいい運動になりますね。というわけで本日この動画が少しでも参考になったと思われた方はぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もお待ちしております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。